こんばんは。いやー、ついにやってきました。この瞬間なんか緊張してます。おはよう、こんばんは。思わずね、モーニングの癖でおはようございますと今言いかけましたけども、いやー、24階の予報センターの時よりもなんか緊張します。果たしてこの2時間ドライブイブニング2時間最後までやっていけるのか少々不安ですけども、サポーターの皆さんと一緒に、まあね、ゴルフ帰りのお父さんで出ましたけど、ちょっとそのノリもあるかもしれません。まあ、休日のねスタイルでちょっと出てきましたけども、まあ、原田さんもなんか私が何を着てくるのかと非常に興味を持たれてたようですけど、今頃家で見てるんでしょうか、よく分かりませんが、でもね、この時間はサポーター、ウェザーニューズサポーターの皆さんと一緒にドライブイブニングをお送りしていく予定です。そしてですね、このドライブイブニング、 ありがとうございます。ドライブイブニング一体ね、どういった内容か、まあ、実際にドライブ24がリニューアルされて、まあ、月曜日から木曜日まで原田さんがされてました。で、今日金曜日と明日土曜日、まあ、毎週金曜日と土曜日になりますけども、私キラが皆さんと一緒にこのドライブイブニングをお送りしていくわけですが、このドライブイブニング一体どういうものなのか、簡単にねまとめたものがあるんですよね。皆さん見ておられるでしょうか。インターネットサイトに実はあるんですけども、ですね、ちょっと見てみましょうか。ちょっと拡大しますね。オールチャンネルからドライブ24チャンネルを選びます。そしてここ番組タイムテーブルってありますね。こちらをクリックするとちょうど今ドライブイブニングということで、こちらに、ね、どういったものか書いてます。読んでみますね。皆さんも一緒に読んでください。どこもかしこも、どこもかしこもと最初から来ましたね。テレビは夕方ニュースな時間、まあ、その通りですね。ニュースのおまけとして存在するお天気コーナーは2、3分程度でほぼ横並びの内容。そんな天気予報にちょっと飽きてしまった方、そろそろ天気を予報士、これね、侍の予報士です。こちらは予報士から教わるタイプスタイルではなく、自分で考えるスタイルへ変えてみませんかと投げかけています。確かにですね、地上波の天気予報、この夕方のねニュースの天気予報っていうのは何かね、尺合わせで私使われてるような気がしてならないんですよね。天気が主役であってもいいんじゃないでしょうかね。テレビ東京はアニメかもしれませんけども、うん、ほとんど民放はね、まあ東京関東で見ておられる方、また関西その他のエリアで見てる方、ローカルの放送で中身随分違うと思いますけども、関東で言えばね、日テレ木原さんで、 TBS が森田さんかな、うん、有名な森田さんです。でテレ朝が、女性の今村さんで、富士が、吉住さん、まあ、たまに、あの方出てきますね、うん、名前出てきません。あ、三井さんですね。ちょっと忘れてしまいました。三井さん申し訳ございません。まあ、そういう方が出ておられますけども、やはりですね、尺がやっぱり短くて本当にね、伝えるべきことが伝わりきれてないんじゃないかということで、このドライブイブニングでは皆さんと一緒に本来あるべき天気予報、新しいスタイルの天気予報というものを目指していきたいと考えています。よろしくお願いします。前置きだけで5分近く喋ってしまいました。